次に経済観光文化局文化財審査課の窓口部門の改善と発掘紹介削減に取り組んだ支援の改善についてです。経済観光文化局の長渕局長から応援メッセージをお願いします。皆さんこんにちは、 KKB 局長の長渕でございます。さて皆さん、文化財の事前調査、事前審査というのはご存知でしょうか。簡単に言いますと、建物を建てたり、あるいは開発をしたりするときに、その用地に貴重な埋蔵文化財がある場合には調査しなくてはいけませんので、その事前の段階でですね、埋蔵文化財がたくさんあるところと、それじゃあそうないようなところ、そこをきちっと分けて審査するというような取り組みです。福岡市は弥生時代から2000数百年の長い歴史を刻んできておりますので、福岡市内のどっか掘れば至る所で文化財が出てくる、まあ、そんな地域です。だから事前審査件数も半端な数じゃございません。そこで現場の力でその事前審査を効率化してやろうというのが今回の目標でございます。実はすみません、文化財部はですね、教育委員会から今年の4月に提携に移ってまいりました。で、今回効率化することによってですね、もともと調査、保存ということも含めましてですね、今度はこの文化財を観光資源として使いたい、そういう時間も作りたいという思いも込めて、今回はこういう取り組みがあったということでございます。とにかくまず聞いてください。それでは今回の入庁3年目、松尾さんが説明します。頑張ってください。
毎年メンテナンス費用がかかります。それで私たちは次のような3つの改善を考えました。考え実行しました。まず1つ目は窓口に置いてある地図を新しくしました。これまでは地図が古くて外環状線などの新しいランドマークが載っていなかったため、お問い合わせ場所を探すのに時間がかかっていました。ところが地図を新しくした改善後はランドマークもしっかり記載され、お問い合わせ場所を検索する時間が短くなりました。また新しい地図では、放送地の範囲に色を塗ったので見やすく分かりやすくなったとお客様にご好評いただいてます。でスライド先に出てしまったんですが、次が2つ目の改善です。住所検索ファイルという先ほど出てきたピンク色のファイルに工夫を加えました。これまでは埋め立て地、明らかに遺跡がない土地でもいちいち地図を開いて確認していたんですが、住所検索ファイルの放送地のない住所に印をつけて、遺跡がない放送地の外の住所を一目で分かるようにする工夫を加えました。水色の部分ですね。これにより地図を開かずに放送地の外である旨をお答えできるようになり、お待たせする時間を短くすることができました。合わせてファックスの調査時間も大幅に短縮できました。最後3つ目の改善は、住所検索ファイルにピンク色のファイルですね、印をつけた方法違いの住所をまとめて市のホームページに公開するというものです。名付けて方法違いリストというんですが、方法違いリストでお客様はお調べの土地が方法違いリストに入っていればですね、遺跡がないっていうことが分かります。明確に分かります。そうするとお問い合わせする手間を省くことができるんですね。お客様の利便性も向上しますし、私たちは問い合わせの件数を削減することができました。でこれら3つの地道な努力は実を結んで、今は少しずつですけれども問い合わせの件数は減少してきています。でお客様から何よりも便利になった、放送地図が分かりやすくなったと ご好評の声をいただいているのは何よりも喜びです。さらなる紹介件数の削減を目指して、お手元の資料2に示したようにチラシとかですね、こういった看板とかで周知化を進めています。私たちが今回の3つの改善で学んだことは、まず慣例化した手順、慣れた手順を変えることに抵抗感を持たないことです。一つ一つの私たちがやった改善はとっても小さいんですけれども、それを積み重ねると大きな業務効率向上につながるんだなということが実感できました。それからですね、使えるものは何でも使うということです。お金がないので今回は頭を使いました。そして人手が足りないので課長にも毎日窓口に立っていただいてます。で課長は課長としての本来業務があると思うんですが、忙しい中私たちがバタバタしているのを見て立って窓口に立ってくれることによって、課としての一体感もすごく高まってきてます。長くなりましたが、皆さんのここに集まりの皆さんのお家の下にも遺跡があるかもしれません。建て替えられるときはぜひうちの係にご相談ください。長くなりましてすみません。ご清聴ありがとうございました。それでは審査員の皆さんからご質問お願いします。はい、ありがとうございました。いろいろできた中でですね、今回のこの改善を通じてご自身の中で一番発掘されたなと思うことはどんな点でしょうか。そうですね、さっき一番最後に学んだことっていうことで2点挙げたんですけれども、そうですね、やっぱり予算がない、人手が足りないという、多分どこの部署も一緒で、じゃあその中でじゃあどういうふうな工夫をするのかっていう発想が、うちは先ほど課長が窓口に立ってくれて、多分一体感がすごくあるっていうことなんですけど、文化財専門職は基本的に移動する部署がすごく少ないんですね。私は専門職なんですけども、なので、確かにすごく係員同士の風通しがすごく良くて、例えば窓口でお客様が分からない、お客様が分からないこと、クレームがあったことをすぐ共有して、実は窓口に業務改善ノートって置いてるんですけど、そういうものを通してその係員5人で全部共有するんです。でそれが象徴しているように5人っていうその係員の風通しがいいことで、今回のようなその小さいけど改善を積み重ねていって着実に問題をクリアするっていう姿勢が生まれたのかなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ他にも何か改善の放送地がありそうな気がするので、はい、どうもありがとうございました。今回の改善の結果、短縮された時間はどんなことに使えるのかということと、それからその次に、紹介数 30% 削減
ということのためにさらに取り組むことがあれば教えてください。まず一つ目の質問なんですけれども、ちょっと皆さんにちょっとまだ宣伝が不足しているかもしれないんですけれども、14階の、うちの埋蔵文化財審査課の入り口のところに調査課といって、その発掘調査の成果をですね示すようなそのパネル展示をしたりとかいうことも空いた時間でしております。でプラスしてですね、審査員の皆さんのお手元に資料3があるかもしれないんですけれども、やっぱり時間がなくて長年お客様のご不便をおかけしてた手引きをちょっと分かりやすく改変したりとかですね、今までその手がつけられなかったそのところに少しずつその時間間時間を使ってやってます。で2つ目なんですけれども、今、構造違いリストをご紹介したと思うんですけど、その前から 10% ぐらいは減ってきているんですけど、まだ 30% にほど遠いので、でやはり窓口に来るお客様はさまざまな業種の方がいらっしゃいますので、より周知化を進めていくことが 30% の目標達成につながるかなと思っています。それでは公表をお願いします。はい、こういう時間を削減する業務の改善っていうのは、その時間を次のプラスにどう変えるかっていうところがすごく大事だと思います。でそれと具体的にやはり、数字で何時間、現状あるものをどれだけ削減するかという、定量化することによってその次に行くステップも見やすくなる